こうとかとかってこうやれるんで、まあこれの形は結構あの正しく真面目にやりようとした人が売りたい一つの反応としては、うんうんうん、なんか、うん、これからの売り方は当たり前になっていくんじゃないかなっていう、うんうん、なんか幅広がりますよね。なんかですね、取り扱う商品、ね、そうですそうです。で、そのほらあの冷凍にすることでね、うん、あのレジスタントスターチって言って、あのいい食物繊維とか体にいいものが増えるんですよ、逆に。あ、そうなの。そのまま食べる。僕それこそ今日も朝ですね、朝一番言ってましたけど、うん、焼き芋をそのまま食べるんじゃなくてね、うん、焼き芋を一遍凍らせて半解凍ぐらいで食べるのがこうなんかちょうどそのいい感じで、へー、うん、あの糖質があのなんていうの、ちょうどいい感じにあの直接すぐ脂肪とかなんかになりにくいものになるんですよ。だからほらご飯も炊きたてのご飯美味しいですよ、確かに。だけど、うんうんうん、お弁当みたいにほら一旦冷ましたやつ、うん、あれの方が糖の吸収を抑えられるんですよ、うん、はい、とこういうような方法があるので、冷凍にしとく方が実はそのほらスイーツとかなんかはあの生でそのまま食べるよりはちょっと抑えられるんです、うん、というのでちょっとそういうのも一応考えて、冷凍自販機を食品ロスとかその人食べる人のことも考えて、うん、あの冷凍だ、冷凍自販機だなと思ってしてます。ただまあなぜ体にいいものっていうのはイコール美味しいと思わないっていう人がいて、あのね、うちのこの助官なんね、いや美味しくないっていう人がおっしゃるわけ、うんうんうん、この人たちね、みんなね、で、あの、おい、あのね、ちゃんとスポーツとかスポーツジムとかちゃんと行って、ちゃんと日頃から体を鍛えて、ほら何を食べた方がいいかとかちゃんと研究してる人、この人たちから大絶賛。だからおばあちゃんとか、これをね、子供とか孫にね、こういうの食べなさいって言ってもらって、よくぞこれを形にしてくれたって言って大絶賛してくれる人と、ただ単に美味しくないっていう人がおるわけ。だから美味しくないっていう人たちはみんなね、私が何も言わんでも、あのもしかして高血圧とか糖尿病ですかやったら、うんって一緒とわけ。もう日頃からね、濃い、あの、うん、強い刺激物、ね、強い味、うん、強い味でもう舌がそれに慣れてましたわけ。だけど、うん、預けないよね、ポーっとしたその、そう、その深みのある味を、よーっと噛んで、その、あれ、だけど、食べ、試食させた時に、うちのパートナーも、これは美味しいって言ってくれて、ホッとして、うちの妹も、これ好きな人かなじゃん、は、多分美味しい、あの、全然ダメじゃん、私もっと残念な味かと思ってたのに、美味しいって言って、私ホッとしたの、実は。私の周りが美味しいって言うけんね。だけど、あ、多分世の中の半分の人しか受けんかもしれんけど、うんうん、普通そうですもんね、うん、ということで私はこの形をあの自分のところはあの要するに時代、その今のその美味しくないって言った人たちに合わせてそっちに持っていきません。うんうんうん、だけだって時代の流れが健康や。そう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 、そういうこと、そういうこと。時代の流れ、時代の流れはそっち、そう、こっちでも反してもしょうがない。そう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 、なので目の前の人たちがね、うーって言うじゃけ、でもね、その人たちの意識を変えることはできない。もういろいろしたけど、そう、無理無理無理、うん、でその人たちは悪いけど、もうお医者さんのお世話にしかならんけんね、うんうんうん、あもうねえ、あのなんかね、もうしょ、その時に気づく。そう、そしてまたね、それでもね、お医者さんちゃんと医者でも、あ、でも選手とね、やっぱ怒ってもいい、あの精神的にはほらストレスをためさせてもいかんけんと思って、医者連とかな、どうもしたって間違っとっちゃうけどね。いや、もう僕はよく思うのは、あ、もうその人はその人の一生の人生の中での学びをいつ気がついて、いつ改心するのかは、もうこの人の、もうこの世に生まれてきたもう修行やけん、いくら周りが言ったところもね。いや、でもただね、ただね、はっと気がつくようなお話をするようにしようと。そうそう、刺激はね、刺激はある。そう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 、なもうダメじゃない。そう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 。うん、で、それで、この頃私も知ったんですよね。富士山に登った時に8合目にね、ここはねちょっとオカルトチックなところだからってインストラクターの人が、オカルトチック、いやだけどみんなねちょっとね、あの手を合わせとってくださいって、拝んどってくださいって言うだけ、分からんけん、とにかく拝んでから上上がっていったっていうか、何日か前に富士山特集があるよって、そしたらね、ちょうどやっぱりこんなあの疫病が流行って、あの天保の飢饉、あ、天命の日かな、あの要するにあれ、それあと慶喜が出てくるな、あの時代も人が相当亡くなった時に、あの私の命を差し上げますので、どうぞ皆さんを救ってくださいって言って、31日間飲まず食わずで、そこでずっと、それが即身仏に何しちゃった人が入ってほしいは誇られた。その話はちゃんとしよう、ナノカルトチックでって思ったけど、ほら、ね、ということで、あの、なんか、自分の命を、ほら、そうやってね、あの、するような人もいれば、もう、何百、今、